皆さんこんにちは、沖津奈々です。私は今正門前にやってきています。ご覧ください、こちらマトメーター2です。今回さえも順調に勝ち星を重ねる大井の帝王的場文雄騎手、地方競馬最多勝の7152勝までどんどん迫ってきていますね。さあ、そしてこちらもご覧ください、ウマイルスクエアです。今日は日頃のご愛顧に感謝の意を込めてお客様還元ウィークとなっています。今日土曜日の開催とあってご家族連れの皆さんで賑わっています。開門時にはですね、豚汁や携帯用カイロも無料で配られて、お子さんも体が温まってから様々なアトラクションで元気に遊んでいるようです。こちらは小学生までのお子さんが滑ることのできるスケートリンクです。みんな楽しそうですね。もう近所に住んでるので、いつもこういったので遊ばせていただいてます。はい、滑ってみてどう？ちょっと怖いちょっと怖いけど、でも楽しいね。楽しいお母さん、今日はどうしてこの競馬場にいらしたんですか？知り合いに聞いてやってるっていうので来ました。はい、何か親子で体験してみてどうですか？そうですね、もともとスケートちょうどやりたいって言ってたんで、オリンピックも見てたんでやりたいって言ってたからちょうどいいかなと思ったんですけど、意外と育児がなくて全然できてないんでもうちょっとできるかなと思ったんですけど。じゃあね、練習頑張ろうね。うん、競馬は興味ないんですが、こういうアトラクションとかなイベントがあるのはすごく楽しくていいなと思います。今日はどちらから誘われていらしたんですか？子供のなんか小学校のやつでパンフレットみたいのをくれたん でそれで、あ、やってるんで、いつもはフリーマーケットとかはしょっちゅう来るんですけど、まあ、こういうのもやってるのかなっていうので、じゃあ行ってみようかっていう感じで、結構いいですよ、これね。上が10歳なの？こんにちは。こんにちは。馬触るのは初めてですか、お姉ちゃん？初めて。こう触ってみてどう？可愛かった。可愛かった。わかんない。お母さんどうですか、こう一緒に触れ合って。可愛いですね、ちっちゃくって、なかなかない機会なので、すごくお天気も良くて良かったです。そうですね。どうだった？面白かった。楽しそうでしたね、お子さんたち。ね、はい、楽しそうでした。なかなかできない体験なので、できてよかった。はい。競馬場の中にこういったこうイベントがあるっていうのはどうですか？いや、でも楽しいですよね。広いし、なんかいろいろイベントもやってくれるので、近いし遊びに行きたいなと思っている場所ですね。かわいい2人とまだ前では。いやー、皆さん楽しそうでしたね。今日はご家族連れでにぎわう場内の様子お届けしましたが、 TCQ は毎開催、趣向を凝らしたさまざまなイベントが催されています。ぜひ TCK のホームページでチェックして、こちらに遊びに来てくださいね。以上、沖津奈々がお届けしました。